どうもセリカスイミングのセリカです。本日の動画はクロールの絶対やってほしい4ステップをご紹介していきます。あなたはこんなお悩みありませんか？クロールを泳いでるとなぜか沈んでくる。クロールをもっと早く泳ぎたいのにいつまでも遅い。泳いでるとすぐに疲れてしまうというあなたに本日は4つのコツをご紹介していきます。動画の後半には3つの練習方法をご紹介していきますので、ぜひ参考になってみてください。チャンネル登録がお済みでないという方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは行きましょう。まずは本日のラインナップをご紹介していきます。1、水泳の呼吸を身につけよう。2、腕の回し方は意外と独特。3、泳ぐ時の姿勢を覚えよう。4、キックはおまけ。以上4つを詳しくご紹介していきます。動画内に関して疑問や質問のある方はコメント欄に書いてください。必ずご返信いたします。それでは一つずつ見ていきましょう。1つ目、水泳の呼吸を身につけようということについて解説していきます。1、吐く、吸う、止めるの3種類。2、鼻から吐いて口から吸う。3、水の中で息を止めてみる。ということで、水泳の基本的な呼吸というのは、吐く数はもちろんあるんですけど、一番長く使うのは止めるという行為です。水泳で泳いでる時はほとんど息を止めてます。吐く数はほんの一瞬で済ませているので、割合的には止めてる時間が 90%、 吐く数に当てる時間が 10% もないぐらいだと正直思っています。そして基本的には鼻から息を吐いていきます。そして吸うのは口からですね。これが陸上と大きく違うので、なかなかこれが水泳泳いでる時にできないっていう方多いので、初心者のうちからまずはこの鼻から吐いて口から吸うをちゃんと体に覚え込むようにしていってみてください。2つ目は、腕の回し方は意外と独特について解説していきます。1、腕は肩甲骨から回すのが水泳。2、上級者でもできない人はたくさんいる。3、腕をできるだけ大きく回す。ということで、クロールを泳ぐ際、水泳全てにおいてそうなんですけど、肩ではなくて肩甲骨を使うイメージで泳いでいってみてください。実際にも肩甲骨を使っていくんですけど、やっぱり長く泳いでると最初に疲れてくるのって肩とか腕なんですね。それは正直致し方ないです。上級者でも肩腕は疲れます。で、肩甲骨の痛みとか疲れっていうのは、ほとんど来ないんですけど、やっぱり肩甲骨から動かしてた方が腕の周りもいいし、より遠くに腕を入水させることができるので、1回のストロークでより長く進むことができるようになるんですね。なので、肩甲骨から大きく回すイメージでやってみてください。3つ目、泳ぐ時の姿勢を覚えようということについて解説していきます。1、視線は真下を向く。2、猫背かっこ肩甲骨を動かしやすくするため。3、腰を上げるかっこ前に体重をかけるため。ということで、泳ぐ時の姿勢なんですけど、もちろんまっすぐですね。まっすぐは当たり前、背中が反ってたり、反りすぎが良くないっていうぐらいですね。多少反るぐらいだったらいいんですけど、反りすぎて下半身が沈むのは良くないので、それさえ気をつけてもらえれば大丈夫です。そしてその時の視線は真下ですね。できるだけ真下を向いてください。上級者になるとちょっと軽く前を向いたりとかはするんですけど、初心者の方はまずは真下を見て泳ぐことが大事です。そして全体的には猫背ですね。陸なんかでの猫背をそのまま水泳泳ぐ時にやってください。4つ目、キックはおまけということについて解説していきます。1、バタ足は足を浮かせるためにやる。2、小さく水中でやる。3、足首ブラブラ。ということで、バタ足なんですけど、すごく大事っちゃ大事なんだけど、めちゃくちゃ大事っていうわけではないです。できる方はキックを生かしてぜひスピードを上げるとかやっていただきたいんですけど、できない方は足首ブラブラする程度で十分です。無理にバタ足で進む必要ないし、頑張ったところでバタ足は正直全然進まない。ただ体力消費がひどいだけなので、そこまで重きを置いてやる練習ではないです。なのでイメージとしてはおまけですね。バタ足の
やる最低限の理由としては下半身を沈めないためですね。浮かせるためにキックをやってるので、そういうイメージでぜひやってみてください。ということで本日おすすめする3つの練習をご紹介していきます。まず1つ目がチキンウィングになります。こちらは肩甲骨をより大きく動かしていくための練習になります。私なんかもチキンウィングは時々やりましたね。1週間に1回ぐらいはなんか練習でやってた気はしますが、そこまで頻繁にはやりませんでしたね。でも初心者の方は最初どうしても肩甲骨を動かすっていうことがなかなか理解できないし、その結構肩甲骨の動く感覚っていうのがすごく鈍いので、最初のうちはチキンウィングやっていただいてもいいと思います。もう1日25、4本ぐらいはやってもいいんじゃないかなって思いますね。ぜひ肩甲骨を動かすっていう意味でやってみてください。続いてはプルブイになります。こちらは太ももにプルブイを挟んで手だけで前に進んでいきます。この練習は、腕を大きく動かす、肩甲骨から動かすっていう練習ももちろんそうなんですけど、一番大きな練習の意味としては体重を前にかけるっていうことですね。猫背にするのと、体を前にできるだけ前に倒しながらやるんですけど、最近すごい思うのが、その体重を、前にかける意味がよくわかんないですって質問が来るんですけど、皆さんが思ってるよりも10倍ぐらい下に突っ込むイメージやらないと水泳では姿勢がまっすぐにならないので、もう自分の思ってる10倍20倍ぐらい下に突っ込むイメージでぜひやってみてください。そして最後ご紹介するのがバタ足になります。バタ足は正直おまけって言ったんですけど、ゼロではない、絶対使わなかったら確実に足は沈んでいくので練習はしなきゃいけないんですね。必ず1日1回プールに行ったら練習はしてほしいんですけど、そこまでたくさんやる必要はないです。例えば25本ぐらいはやれば十分だと思いますので、ぜひ取り入れてやってみてください。ということで本日の動画も最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひ本日の動画がいいなと思った方はチャンネル登録、高評価、通知ボタンのクリックをお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。